はい、皆さんこんにちは。私は現在 JR 中央快速線の豊田駅に来ています。今回はですね、まもなく今年の秋で引退となってしまう中央快速のレア車両209系1000番台に乗ってきたということでやっていきたいと思います。中央快速の209系というのはもともと JR 常磐線の各駅停車で走っていた車両なんですけど、2019年の3月のダイヤ改正で、常磐線から、撤退して中央快速線に転用してきました。そこから約5年ほど走ってきましたが、中央快速線では、今年の、秋ぐらいからグリーン車が組み込まれることになり、それにあたってグリーン車を組み込んでいない209系が引退することになりました。したがって今年の秋で中央線からも209系が引退してしまうことになっています。あの独特の JR 東日本での最後の三菱 GTO も引き納めとなってしまいます。今回は今年の秋で引退してしまう中央快速線の209系1000番台に乗っていきたいと思います。209系は JR 東日本で最後の三菱 GTO 搭載車でもあるので、音も一緒に楽しみながら終点の東京駅まで乗り通していきたいと思います。それでは電車が来るまで待ちたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。黄色い電子ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The rapid train bound for Tokyo will soon arrive on track number 4. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車は10両です。というわけで来ましたね。こちらが今年の秋で引退してしまう中央快速線のレア車両209系1000番台です。こちらは2編成だけしかいなくて、トタティ81とトタティ82編成が該当します。で、こちらの209系はもともと常磐線で走っていたこともあって、地下鉄にももちろん乗り入れていました。そのため、この前の方には、貫通扉がついていますね。まあ、今はもう地上運用でしか使われなくなったんですけど、その名残ももちろん残っています。それでは早速乗っていきたいと思います。これで終点の東京まで乗り通します。それでは早速乗っていきましょう。車内はこんな感じで、オールロングシートの、座席となっています。青色の座席ポケットが使用されています。ご案内いたします。39分発快速東京行きです。で、ドア上にはこのように一段式の3色 LED スクロール表示器が設置されています。常磐線時代はここに綾瀬や千代田線では大手町や西山島園などさまざまな行き先が表示されていたと思うと、その感じも懐かしく感じますね。
渋谷でしょ。しかも田中渋谷から相模原帰ってきやばいですよ。
終点の東京駅までやってきました。乗ってきた電車は折り返し 97T 運行16時48分発快速高尾行きとして運転します。今年の秋で引退してしまう中央快速線のレア車両209系千番台に乗ってきた動画はいかがでしたか。今年の秋で引退してしまうので皆さんもぜひ乗り納めや記録をしてみてはいかがでしょうか。JR 東日本最後の三菱 GTO もこの編成の引退をもって聞けなくなる可能性があります。それではこの電車の発車を見送ってこの動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors.
次の電車をご利用ください。